こんにちは、霊夢です。今回のミッションに勝利すると、特別報酬が支給されます。今回のマップは、ニューヨークなので。出撃する機会を選んでください。今回のチャレンジは厳しいよ。そうなの？どんなチャレンジ？地雷で、3気撃破と、格闘で、4気撃破。それと、鉄器を25機、撃破だぜ。それ全部取れたら、奇跡だよ。明日、日本中が雪になっちゃうよ。まあ最後の、25機撃破は、今の霊夢じゃ、1回では無理だから、無視するとして。あとの、2つは取ってほしいのぜ。今の霊夢じゃ、あとの2つも無理でーす。そんな言い方しても、やってもらうのぜ。よ、了解、頑張ってはみるよ。送り出す方も、辛いのぜ。出撃準備が完了しました。発進どうぞ。攻撃開始。敵を近づけるな。とりあえず拠点さん取りに行くけど、格闘と地雷だとどう戦ったらいいんだろう。防衛部隊で戦ってみようか。了解、了解。初動は拠点さんから行けるところまで行ってみるね。オッケーだぜ。それと霊夢、前回の予告でなりふり構わずベスト10を取りに行くって言ってるので、よろしく頼むのぜ。オーナーだー。マリサ、鬼、鬼、鬼すぎるよ。まあ霊夢、俺たちにっくりキャラはうぷ主の鶴の一声には逆らえないのぜ。とにかく頑張ってみるけど、故障はできないからね。上になんかいるな。指揮官から指示が届きました。おお、ダンスダンス。エルフが硬すぎるのぜ。わあ、喜んだのも、束の間だったよ。今回の動画は、ベスト10に入れば、デラックスチケットがもらえる、チャレンジの予定だったんだよ。その方向で、準備してたのに、突然抜く道が来て、こっちの動画に、差し替えるようにって。それで、私が苦労することになったんだ。まあそういうことなので、視聴者の、皆様の中にも、一社会の中で、同じような、経験をしているかもしれないので。それじゃあ、早速ピザを配達するよ。F 型の地雷にしたから、すぐ、玉切れになっちゃうね。まあ、威力を取るか、弾数を取るかだから、こまめに補給するしかないね。一応スコープも覗いてみるよ。ああ、リペアボット発見。スコープで何を見つけてるんだか。まあいいじゃない、補給できたんだから。では配達、配達セット。うわぁ。もっと、周りをよく確認しないとだぜ。次から気をつけます。おぉ、やったやった。知っている視聴者の方も多いと思うけど、ゲームの決めの使い方は、意外とレンジに関係なく、スターを目指すと一番のゲーム。完璧の人間風には、一番が嫌い。はいはい、ネタを持たせ、二番が二番。三番は、飛行機を除くこと。四番目に、気が向いたら、いないプロ人なので。なので、砂としての活躍を、期待されている方。砂で、いつも活躍されている方は、あらかじめ、ご了承くださいなので、一回も、飛行機を除かずに、終わることも多い。
などに言われても、恥ずかしさが思わせてくるので。そんなことより、何か、今度は、たくさん伝えていくよ。決まった。今が甘いというか、そもそも、ぶっこみすぎなので。必死なんだけどな。ゲームは、勝つと思ってたなので。今回のチャレンジは、ちょっと無謀すぎたかな。出撃する地点を選んでください。拠点後が危なそうだから、火山で行ってみるよ。危ない危ない、取られかかってたよ。そんなところに立ってたら、危ないのぜ。了解、了解。ブルービッシュジェニー、いいなー。結局一日は、ブルービッシュジェニーの養成所も、イフリート界の養成所も、取れなかったのぜ。じゃあ、ブルービッシュジェニーも、イフリート界も、取れないんだね。そういうことになるのぜ。このままじゃ、予選取られそうよ。何か進むしかないぜ。了解、了解。ああ、ラッキー。指揮官から指示が届きました。なんとか、取れそうかな。拠点取れたよ。このまま前進していくよ。油断する。罠がある。指揮官から指示が届きました。呼吸器を破壊しました。引き出し込むのは難しそうだな。呼吸器が破壊されました。やっぱり、拠点を守る方向で行くね。チェック発見。見ついたの？指揮官から指示が届きました。ゲーム、逃げるなら、味方のいる方へ逃げないと。逆やろう。どうして、どうしてそんなに死に急ぐ？拠点も、取られてるね。でも、今読みだよ。ベスト10に入れそうじゃない？甘いよ霊夢。今日のチャレンジは格闘家嫌いだぜ。こっから一気に落ちていくのがいつものパターンだよ。そうでした。バーディッシュした。やばいよ。わあ、助かった助かった。危なかったので。修理、修理。修理お願いします。助かりました。では配達に行ってきます。私が地雷でキル取りやすいのは、制圧局後の拠点と補給艦のそば。それと、本拠点を突破されてる時なんだけど、今は、どれも当てはまらないから、少し、最前線に行ってみるよ。やあ！この辺りでどうかな？してるところだけど、霊夢は呼吸に戻るのでした。しかも道間違えてるし。やばい、間違えちゃったよ。まだ
位にいるよ。これ、いけるんじゃない？だから霊夢、油断は禁物だぜ。はい、とりあえず補給します。では、また配達、行ってきます。指揮官から指示が届きました。補給機を配達しました。今なら、予選にまで行けそうだぜ。了解、了解。見つかったけど、配達だけは済ませるよ。はい、移動をお届け。わあ。戦いは、非常ですよ。本職の、綱にやられたのぜ。早くスナイパーになりたい。よし、次は、格闘の番だよ。出撃する地点を選んでください。なんか今日は地雷でキル取れてるから格闘の方が難しく感じるよ。指揮官から指示が届きました。そういえば電動が再生数が5万回を突破したね。この前の座談会危なく振り回すところだったぜ。そうそう、今日使ってるジムスナイパー買ったのも、社内からのプレゼントなんだよ。他にも、ジオンでは、攻撃できるトムさんとか、ゲルブルなんかも、もらったんだよ。わあ、ここで。私に苦戦しているようでは、油断してたよ。他のパイロットに勝てないですわ。まあ、しょうがないね。社内には、霊夢が喜んでたと。伝えておくのぜ。うん、とっても嬉しかったって。伝えといてよ。了解だぜ。格闘でも、キル取らないとね。なんとか、頑張ってほしいのぜ。こっちから回って、揺らされないかな。ちょっと練習しとこう。それ、仕留めとくれた？もう同じ場所にはいないんじゃない？今のバズーカにやられたの？多分そうなのぜ。この前の座談会の最後に部隊員の募集もしてたよね。おかげさまで部隊も少しずつ大きくなってるので、初心者の方やサブキャラの方、ベテランの方までいろいろな方々が来てくれてるので、本当、すごいねー。これもすべて、皆さんのおかげです。舞台員の枠は、まだ空いてるので、まだまだ募集してるので、舞台名は、月面の眠れる森の者たち。詳しくは、座談会03を見てほしいので、ゲームも待ってるよ。うわぁ、後ろから、あっという間だったよ。やっぱり、ジムが落ちてきたのぜ。いつものパターンだけど、今日は、なんとかしないとな。出撃する機体を選んでください。まだまだ、配達しちゃうよ。っていうか、それしかできないのぜ。霊夢、早く出撃しようぜ。制圧局後の、拠点に行きたいんだけどな。どこも、難しそうなのぜ。仕方ないなぁ、拠点さんから出るよ。前の方まで、配達に行かないとね。この辺じゃ、お客さん来ないだろうなぁ。
ターには、やばい猫で、そうだ、スパーベルよ。さあ、時間がないよ。いつものパターンに、なってきてるよ。今日の地雷チャレンジは、うまく、いきすぎてるもんな。まだ、あと5分あるから。格闘と地雷剤でも貢献していったらいいので。了解、了解。でもまだ格闘の撃破数足らないよね。上手い人なら1回の戦闘で4つくらいすぐなんだろうな。霊夢の場合運に頼らないと倒せないことが多いので。何かの流れ弾を食らったので、霊夢、まさか無理に格闘取りに行こうなんて考えてないよね。そのまさかなのでした。ああ、今のは完全にリプリーカに読まれてたので。無駄死にだよ霊夢。ごめんなさい、反省します。地雷チャレンジはクリアしてるけど、最後までしっかり配達していくよ。こんなに地雷が決まることはめったにないから、記録を伸ばすチャンスでもあるね。配達、配達。お客様乗ってるよ。ピザはいかがかしら。いらないのかな。いやあ、ごめんなさい、お客様に銃を向けたからですか。他のお客様はいただいたみたいだぜ。っていうか霊夢、これは予選取られたので、出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。取り戻しに行ってみるよ。残り時間と定時差から見て勝てないと思うけど、予選さんから攻め込まれたら完全にアウトだぜ。了解、了解。あれ、独占だったのに。指揮官から指示が届きました。わあ、見過ぎたよ。新格出したつもりができなかったよ。まだまだ増強の時に。いいかのにされたので。もう時間もないし、今回は、チャレンジとベスト10クリアは、怪しくなってきたので。出撃する機体を選んでください。何するの、何さらしくないよ。私は最後まで諦めないからね。おー霊夢、それでこそ霊夢だぜ。わあ、一歩そばから霊夢だぜ。こんなラブみたいなところも霊夢だぜ。でも諦めてないのは本当だよ。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。予選さんの周りの敵を倒しながら、チャンスがあれば制圧していくよ。了解したので、慎重に。でも、ちょっと大胆に。と思わせて、後ろからこっそりと。残り5分を切りました。作戦時間は、残り1分を切りました。残り1分を切ったので、敵が少ないから、制圧しちゃうよ。
機さん来ませんように。今爆撃はやめてください。ロックオンもされてるので。ああ制圧できなかったよ。でも今ので7位に上がったので。本当無駄じゃなかったんだね。まあこの後抜かれなければね。出撃する機体を選んでください。出撃する機体を選んでください。じゃあ最後終わっちゃった。我が軍の敗北です。撤退してください。地上部隊を前進させろ。敵艦を捕捉占拠するぞ。戦闘における戦績を報告します。よかった、7位に入れたので。最後に頑張ったからね。初めて工作技能リボン銀取れたね。人間ってそれだけでは生きていられない、そう私には思えるわ。格闘チャレンジはクリアできなかったので、次も期待していますよ。日本中雪になるのを阻止したんだよ。まあそういう言い方もってできないので、霊夢、格闘の練習しないとダメなので。了解したよ。それでは皆さん、この辺でご視聴ありがとうございました。次回はプロ版に乗るよ。開封するコンテナを選んでください。